ゆりきゅうチャンネルでございます。らっしゃい。ゆり課長特急です。えー、ということでね、あのー、まあまあ、本当に今年ね、2023年、もうすぐ終わりということでね、えー、見ていただいた方ありがとうございました。まあ、というかね、あんまり今年はですね、あの、本当に更新ができなくてですね、まあ、あのできなくてっていうかね、あのー、まあ、しなくてというのもあるんですけど、 無謀な企てをね楽しみにしてくれた方とかもいると思うんですけど1月21日1月末ねあのー、以来全然更新ができないということでもうねあのー、すいませんもう無謀な企てはねちょっともう一回お休みと言いますかはいまあね休止ということでちょっとね来年からはですねなるべくちょっとあの一人でね私が喋っていこうかなと。 あの、思います。あの、あとね、今日はまあ、藤波辰美さんがね、誕生日ということでね、12月28日おめでとうございます。本当にあの、なんか、珍しく動画が上がってましたね。まあ、来年はね、まあ、70歳になられて、来年はね、辰年ってことでね、なんか、だから、あれね、じゃ12年前、いや、あれか、24年前か、今年は辰年、ドラゴンですってね、なんかワールドプロジェクトでいきなり始まったね、 のなんか覚えてるようなあの気がしますけども、あの <laughs> やはりなんかそういうのありましたよね。24年ぐらい前に。うん、だからに2000年か、2000年ぐらいの時にあってね、えー、53年、えー、いまだに現役でリング立がってますみたいなね。うん、あの、<laughs> 両親に書いたみたいなね。えー、動画もありましたけどもね。 はい。ということでね、まあ本当に単独ライブ9点も終わりましてね、三島も、えー、終わりましてですね、あのー、今日もね、東洋館で、えー、浅草東洋館で予選がありましてね、まあ終わったということで、まあまあどうですか、今年のね、あのー、流行語、新語、流行語大賞とかもいろいろありましたけどね、アレとかね、阪神の、あの、岡田監督のね、アレとか、頂き女子とか、 X とかね、えー、ないろいろ憧れのやめましょうとかいろいろありましたカエル化現象とかねあのカエル化現象でね、えー、カエル化現象ってのはまあなんかこのいいなと思ってた人のちょっとした仕草でねすごくなんかこうあの嫌いになっちゃう、ね、なんか。 熱が冷めちゃうみたいなことを言うらしいんですけどグリム動画的なね。あのー、ちょうどそれ発表されたのがね11月ぐらいだったんでねあれじゃないですかサイゼリヤに行ったらねサラダを頼んだらカエルが出てくる、あのー、やつじゃないですかって言ったらね、えー、なんかねあのー、誰か他にテレビでも同じようなこと言ってましたねあの結構そういうのあるんですね。山崎よ義さんのね、あのー、今年ねあの歌を見市でね 歌わなななかかかったったてるじゃいいですか8曲ぐらいしかね普段だったら2時間半で20曲ぐらい歌うところを、えーね、あの8曲ぐらいしか歌わなくてあのなんか怒った人もいるみたいなことでねなんとかねあんだけあのー、ねこのまあそういう気持ちも分かりますけどなんか今日はねしゃ,べりしゃべる会にしたいとか言ってるんですけどお客さんがねあのあんだけ来てくれてるわけですからやっぱりね普段あんだけあの うん頑張ってみるよ、やれるだけっておっしゃってるんですからね、本当に頑張ってほしかったですねっていうのはね、あの、単独ライブのね、あの、夜にね、家に帰ったらザー漫才でね、あの、ほぼ同じ切り口でね、あの、爆笑問題さんがやってましたね、あの、えー、今日もね、あの、なんか三拍子がやってましたけど、大体いい気づくことですからね、あの、かぶってきますから、 そういうのはもうね、あのー、しょうがないですからね、まあ育ってきた環境も違いますからね、やっぱ好き嫌いは否めないですけどもね、えー、この辺も被ってきましたからね、あのー、なんか前はね、そういうことを聞いたらなんかヒヤッとしたんですけど、今はあんまり何とも思わなくなってきましたね、そういうのね。別にまあそういうこともあるんじゃないかってことでね、あのー、まあまあまあ、あの、ナイツとかもね、まあ、だから、まあネタにしやすかったっていうことでしょうね、山崎正由さんの、ね あの話なんかとかではやっぱりね「鉄安ととももねちょっと今日は疑問投げかけたくないんです」みたいな時もあるんじゃないかとかね、うん、なんか答えを言いたくなる時あの疑問じゃなくて答えを言いたくなる時もあるんじゃないかとかねなんかそんなような話もあのしてましたしねあと単独ライブはねまあ本当にねあのー、まあちょっとこれあの <laughs> ねえんか身内のあれでなんなんですけどね、あのー、まあ昼の部とね あの夜の部がありましてね2時の回と6時の回が12月10日にね新宿の,あのハイジアのね V1 でハイジア V1 にあったんですけどあの昼の部かなあんまりね時間開演から、まあ、5分ぐらいはねちょっと許していただきたいんですけどあんまり押したくないんですけどちょっとね5分ぐらい押,押しますよみたいなことをまあ こうね、始まる直前ぐらいにやっぱりスタッフの方が言いに来るわけですよ。で「あそうなんだ」とか言って「あのお客様はもう皆さん来られてるんですけど1組だけちょっと来られてない方がおられましてちょっとその方をお待ちしてるとちょっともうちょっとかかりそうです」とか言って「あそうなんだ」とか言ってたらですねそのスタッフが「ちょっとすいません大変申し訳にくいんですけどあの医療科さんのですね奥様がまだ来られてません」って言われましてですねあの実はですね 友友達達ととね、なんか女友達と一緒に見に来るはずだったんですよで、当然ね「見に来るよ」っていうのも言って,出,て出かけてきたんですけど子供も預けてね見に来たん見に来るはずだったんですけど来てないって言うからねあのもう場所なんかも分かってるはずだから「いやいやちょっと早く来てよもうすぐ始めるから」って LINE したら「あっごめんなさいあの3時からだと思ってた」って15時からだと思ってたって。 言われてねまあ、うちの、あのね、嫁がですね、あのね、こうチラシもね、こう作ってくれたりですね、あの、チケットなんかもね、あの、本当にありがたいことに作ってくれてるんですけども、時間は間違えてたということで、あのね、去年もそうだったんですけど、ね、去年とか前回か。前回もそうだったんですけどね、あの、夏のね、感じも同じ時間帯だった間違えたらしくて、で、あ、もうこれはしょうがないなと思ってね、まあまあ途中でね、まあ、 別にちょっと遅れても、まあ、そりゃ、なんか、なんか、割と近,近くにいるみたいなことも、なんか言ってたんで、あの、しょうがないなと思って始めてて、まあ、僕はもうそのね、集中してネタをこう、終えたわけですよ。で、昼の部が終わって、あのー、スタッフの方に、あの、来ましたかって、あの、なんか、うちのね、妻来ましたかって言ったら、あ、あのー、そうですね、あの、15時前ぐらいにですね、受付の方に来られたんですけども、えー、今日はあのー、 えー、笑えるような気分じゃないってことで帰られましたって言ってましたけど。いや、それもおかしいでしょ、それも。え旦那が頑張ってるのに、今日、今日笑える気分じゃないですってことを伝えに来てね、帰られたということでね。 ええー、あのー、ね、なんか親戚の家になんかね、預けてたうちの息子をね、すごい早く迎えに行ったんで、なんでそんな早くんだ、もっと遊びたかったのにってことでね、割となんか一種修羅場になったらしいんですけどもね、はい。怒ってないですからね、怒ってないって一応ね、あの夜の部の配信でも言っといたんですけどね、はい。なんかね、でもまあ、あの、夜の部はこの話がね、あの、つかみというか、 なんかそういういアクシデントみたいなのがあったりした方がなんか生のね舞台ってのは面白いんですよねだからそういうことでねあの全然いいんじゃないかと <laughs> いいんじゃないかっていうのもあれですけどねあのまあどうなんですかねいろいろ本当にだからね今年の前半なんかはね 三島なんかはね1年間振り返りますからやっぱり広瀬涼子さんのね話とかをずっとしてお世話になりましたよねまあ本当とに、まあ、キャンドル・ジュンが好きなんでね私ねもうキャンドル・ジュンさんにちょっとしばらくあの会えなくなるってのがちょっと寂しいですよねなかなか表舞台にねあのー、出てこない可能性がこれからはありますからねやっぱだいぶマスコミ不人だと思いますよ。 結構、あの十数年前にね、あのー、なんかね、あのー、キャンドル・ジュンさんの事務所がね、火事になったことがあるんですよね。まず、キャンドルアーティストのキャンドル・ジュンの事務所が火事って時点で、ちょっともうすでに面白いんですけど、見出しがちょっと面白いんですけど、あのー、<laughs> その時の見出しがね、キャンドル・ジュンの事務所が火事、マジで全焼する5秒前って見出しでしたけどね。 いやもう5秒前にね、止まったところでもうね、全勝とそんな差がないですけどねそそ、もう結構燃えてますけどね、それね。5秒前だから、あ、なんとか助かったってならないですけどね。で、その、なんか記事に、なお、えー なんか、一階のキャンドルは無事だった模様って書いてましたね。一階にいたキャンドル樹のことなのかね。あの、キャンドルロうソクそのもののことがすごい分かりづらかったってね。どっちのことなのか分かりづらかったっていうね。ことも、あの、覚えてますし、そんなようなこともありましたかね。前半の。なんかね、本当に私もこういったね、ちょっとノートとかにね、いろいろこう、書いたりしてるんですけど、結構ね、もう、10年前とかもっと前から、あの、溜まってるんでですね。なんか、 私がね、こういうこと考えてたとかこういうニュースがあったなっていうのを逆に今とねちょっとリンクしたりすることもありますからねなんか来年2024年なんかはねちょっとそのまあなん、ね、2000何年のね9点じゃないですけどなんかそんな感じでちょっとアーカイブ的なね時事ネタというかまあこんなことあったなみたいなことでちょっと私もねあの、残しておきたいなっていうのがあるんでちょっとねそういう。 こともやっていこうかなっていうのもありますねアスシローで迷惑動画ねうん、そうですよ醤油を舐めてるね子供とかいましたからね子供というかまあ高校生かあ,あのー、醤油を舐めるってね意味がわかんないですよねた醤油なまぁ、あ、それをまだ動画にアップするのもおかしいですけどねただでさえねこっちは塩分控えめって言われたのにね本当にこれ これね、割と年配の上の、ね、お客さんが、年齢層上の方だと、が多いあの場所と受けますね、これね。そういうね、もう本当にね、血圧を気にしなきゃいけない。血圧をね、気にしなきゃいけないような年齢にねなるとは思わなかったですよ。あと、このね、辞書ネタって言ってね、結構辞書をね、いろいろ読んだりするようなね、ネタもやってたんですけどね、あの、もう辞書が細かくてね、字がね。 もう、細かくて、もう、これがもう、こうやってなんか、外してみるのもなんだからね、結構ね、あのー、困りましたよ。そう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 。前半は、どうなのかなどういうニュースがあったのかないろいろ、うん、あ、ガーシーの裁判とかね、いろいろ、うん、ありましたよね。あのー、これ これありましたけどね。あのー、なんかうちの息子がですね、実はね、あの学校でですね、あのー、なんかお楽しみ会、なんかリクレーション委員みたいなのをやってたらしくて、ね、その、ほら、お笑い係でなんかネタも考えたりするからね、いくらでもちょっとこれ、あの、アドバイスするよと、ね、だいぶこれはもう有利だよと他の人よりもね、現役の、現役の芸人がお父さんなわけですから、ね、いくらでも言おうってたんですけど、いやなんか、あのー、 まあ、ね、もう、なんか終わった後に、あの、聞いたんですけど、あの、いつもこっからの、悲しい時ってあるじゃないですか。ね、悲しい時、なんとかの時とか言って、で、それで学校のネタをやるっていうようなことになってて、あの、ね、なんか作りやすそうじゃないですか。なんかありましたね。本当の、いつもここからネタでもありましたよね。あの、悲しい時、体育もできなくて、勉強もできない人を見た時とか、なんかね。 まあ、あと、ベタですけど、その、ねえ、えー、先生のことをお母さんと呼んでしまったのを見た時とか、まあ、なでも作れやすそうじゃないですか。学校あるあるみたいなんで、そんなんで、やったらいいじゃないかって言ったらですね、あの、うちの、あのー、息子のちょっとね、顔が一瞬曇りましてですね、先生が作ってくれたネタをやることになったんだと。僕らのネタはできなかったってことで、じゃあどういうのやったって言ったらですね、えー、悲しい時、6年生が卒業してしまう時、悲しい時 あんなに優しく部活動で教えてくれた6年生がいなくなってしまった時って、あの、本当に悲しいことを言うっていうですね。あの、登下校一緒に帰ってくれた6年生がいなくなってしまう。本当に悲しいやつを言うっていうですね。あの、なんか、ねそう、うん、だから全然受けなかったって言ってましたね。えー、それ受けないですよね。そのあ、ある意味斬新ですけどね。うん、悲しい時って言ってちょっと切な悲しいみたいなね。だから、夕日が沈んだ時みたいな。 うんうん、あの本当の最後に言うやつね、そっからなんかちょっとあるあるで面白いやつを言うんですけど、本当に悲しい時は言わ,言わされたということでね、言ってたということで、えー、それもまたね、私にとっては面白かったということでですね、うん、いろんなのがね、ありましたね、あの河村隆首相がね、星しきを噛んでねあの、炎上っていうのもありましたよ、本当にね。 岐阜県の美濃加茂市の市長がね、あの、ちょっと来てくださ、あの、挨拶に来てね、表記訪問してかじったら、あの、なんか苦情が来たっていうニュースもありましたよね。すごいですよね。あの、金メダルに続いて星きをかじって悲観殺到みたいな。なんか生産者の皆さんにとっては、星柿は金メダルと同じようなものですって、絶対違いますけどね、これね。 うん、あのだと金メダル作ってるってことになっちゃいますからね、何かやったことの評価としてもらえるはずなんですけどね、あの金メダルとか絶対おかしいはずなんですけど、まあ、それぐらいちゃんとね、その思いを込めて作ってるってことなんでしょうけど、別に星がきはよくないんですかね、ガブっとかじってこう写真撮っちゃいけないんですかね、えー、あのその後ね、WBC がありましたんでね、中日の高橋宏人選手があの現れてね、あの金メダルの。 あの、金メダルというか WBC のメダル、あの、<laughs> 持って表現本末したら、おいお前、俺に金メダルを近づけるなよって言って、ま、言って言たらしいですけどね。えー、河村隆さんね、好きですね。本当に名古屋、うん。まあ、大谷選手がね、ずっと最後までね、すごかったっていう一年間、感じもありますね。ああ、このね、東野なぎ子さんがね、すごく離婚のペースが早いっていうね、 1>, あの1回目が72日で、2回目が55日で、3回目が2週間っていうですね、なんかまたね、なんかマッチングアプリでどうこうとか言ってましたから、こういう方はね、ありがたいですよね、本当に。怒る人のね、あれが。怒るっていうかね、なんかよくそのテンション、そのテンションで、なんか文句が言えるなぁとか思っちゃうんですかね。我々もう全然ネタにしてるだけで怒ってませんからね。うん。怒ることはそんなネタにね、あの、してませんからね、いろいろ。 ピンコさんとね石井福子プロデューサーがね未だにちょっとまだ揉めてるとかねこのピンフクロン層にね全然ね私と「週刊女性」しか気にしてないんですよこれが本当にもっと気にしてほしいんですけどね全然気にしてくれないですよねなんかあのピンあのなんかえっと、ドラマ橋田壽賀子さんの脚本家のね追悼ドラマがあってそれに泉ピン子さんが呼ばれてなかったんですねえなり君とかね いろいろなんかあのファミリーのね綿鬼ファミリーの方は出てたんですけどあの呼,んで呼ばれてなくてなんで,で呼ばれてないんですかってあのなんか週刊誌が直撃したらねあの石井ふく子さんがピン子は嘘つき村の村長さんって答えたらしいんですよねすごいですかこのすごくないですかこの,このワード選手嘘つき村の村長ですよこれ嘘つきしか住んでない村があるんですよこれそこにねだからもう なんかさ再選とかいろいろあるんですかねなんかもうずっと人気が長くなっちゃってね。もうずっと何度,何度も何度も当選してるとかあるんですかねやっぱり。おそらくなんかショーン・とかね、母・ケンジさんとか住んでると思うんですけども。はい。あとはね、4月にそうか、西村智美さんにね、あのー、来ていただきましてね、本当にありがたかったですね、西村智美さん。んだから西村智美さんのね、話をね、あのー、こんなことがありまして、面白い話がありましたよっていう話をね、あのー、 7月の9点でそし,したらそれをね DVD で見返したらねその西村匠美さんのエピソードを私がそのまま話したところがね全体でね一番笑いが大きかったですねこれねあのちょっとそれもまた問題だなって思いましたけどなんかあの美味しそうななんかいい感じの和食屋さんがあってなんか名前がこう書いてその後ずっとこう並んでお弁当を食べたらあの知らない人のお通夜でしたとかそんなこと言うんですよ西村匠美さんがすごくないですか なんか、娘となんか温泉に入ってて、あのー、なんか露天風呂だと思ったら単なる池でしたとかね。すごいことを、あの、おっしゃるんでね、あの方は、すごかったですね。あのー、あ、今ないかちょっと。まあ、とにかくね、あの、レコードをね、レコードジャケットにサインをしてもらったんですね。西村友美さんにね。で、あのー、 ありがとうございますってサインして昔のねなんかレコードジャケットってあるじゃないですかまあまあ今ねちょっねたまたまねマッチョドラゴンのやつありますけど、まあ、こんな感じでねこんな感じとかもっと大きくこのね松田聖子さんとかもそうですけどアップでねドアップでこうなんかね アイドルなななんかか。だとこう、ジャケットになってるじゃいですそれでこう西村さんに「これじゃあちょっとサインしてください」って言ってサインして私もねその時は興奮して気づかなかったんですけどね家帰ったらですね「あの、医療課長特急さんへ」って、えー、で何年何月って書いたんですけどあの、サインがなかったっていうねあのびっくりしましたねほんとちょっとこ怖かったですねこれねあのたいや確かに西村透美とは書いてありますよ、書いてありますよ書いてありますよだけど「医療課長特急さんへ」と日付はあるけどあの、サイン,サイン忘れってあります もうサインから書くような気がするんですけどね。あのー、やっぱり西村とおみさんはねす、すごい方ですね。あの、来年私もね、30周年ありますから、はい。9月5日木曜日にね、2024年ありますから、うち幸い地方ール開けといてくださいね。あの、ゲストの方。あの、西村とおみさんはね、ま、ほんとまた来てほしいぐらいなんですけど、ちょっと今年来ていただいたんで、あの、わかんないですけどね、なんか豪華ゲストをね、あの、呼びたいなと、なんとなく思ってますんで、今のところね、9月5日、ちょっと開けといてください、本当に。 ああ、なんか、不可ンがね、なんか、ええー、不動産投資の方と、社長と別れたとかね、なんかいろいろ、ありま、あ、熊田洋子さんも離婚されたんですね。でも熊田洋子さんのなんかこのバイタリティはね、なんかすごいですね、本当に。いや、だからね、あの、スマイルアップ級ジャニーズ事務所の話ばっかりでしたからね、本当にもう、東なんかね、我々の頃のもうね、 スーパースターですよ。まあまあ、女子がね、みんな、高校生ぐらいみんな少年隊のファンでしたからね、我々はなんかちょっとね、こうなんかひがみっぽい感じもありますけど、髪型ね、もう東と一緒の髪型しました、私ね。こうやって、こうサイ,ドサイドバック、サイドバックっていうんですか、なんかこう上げてね、えー、今、フロントバックな感じになってますけども、あの、これね、あんまりそんな受けなかったですね。あの現場受けなかったですけどね、あの、まあいろいろね、本当にそういうような。 こともありましたし、ね。うん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 。まあ7、七、七月はこんなもんなのか。うん。あ、マッチョドラゴンのね、本当に藤波さんのね、このレコードの日に発売した、発売したこのレコードがね、なんと、えー、オリコン4位に、ね、オリコン4位ってね、はい、あのー、なったという素晴らしいことがありましたけどもね、もうだって、1985年じゃないですか、これ発売したのね。 またもう一回レコードになってね。本当に、いやいや、なんか井療家さんのね、なんかこう、力もあるんじゃないか、みたいなことも書いていただいた方もいましたけど、いやいやいや、もう。ねえ、ただ、まあ、変な言い方ですけど、その時もね、別にその、いわゆるヒットチャートに入って、ヒットした曲じゃないじゃないですか、そのプロレスラーのね、藤富さんが出してお話題にはなりましたけど、その世の中的にヒットした曲ではないわけですよ、言ってみれば。だけど、このね、令和になって、またこの発売して、 ねえ、またこの話題になってオリコンに入るっていう、こんな曲なかなかないんじゃないですか、これ。もう一回ね、あの僕はほんと藤波さんチラッと言われてましたけどね、プロモーションビデオとか作った方がいいと思いますよ。ねで、あの、このね、B 面のね、ドラゴン体操もね、あの、作った方がいいと思いますよ、これね、本当に。はい。えー、ね、自動向けって、自動向けって書いてありますけどね。はい。このね、えー、ことな、まあ、藤波さんにはね、ほんとにね、ずっとお世話に、 なりましたよ、本当に。そうですよね。だからまあ、そう、あなんか、そっか、9点が終わった後ね、なんか山下達郎さんが、ジャニーズ問題についてね、ラジオで語って、またそれで叩かれたりして、な、なんなんですかね、急に、なんか、そういうなんかね、スキャンダル的なことがあると、いや、全然、山下達郎なんか、好きじゃなかった、とか、なんか、えー、よく曲も知らないとか言う人出てきますけど、なん、クリスマスイブ知らないのか、お前。それ逆にそれ問題だぞ、それ。なんか、 あんまり知らないとか、面白くないとか、なんかいいと思ってないとかいうことで、マイン、マウントを取るっていう、あれ、スタンス。なんなんですかねそれ、別に何にもね、偉くないし、ちょっと逆に恥ずか、ちょっと恥ずかしい。知らないとか、誰とかね。いや、その世界でね、知ってる人がいるだけでね、それは我々だって全ジャンル知りませんから、でもそこでね、ちゃんと名前がある程度あるから、そのニュースになるんでしょうし、 なんかそう、誰とか知らないとか、見てないとか言うね。あの、昔テレビ見てないっていうのがなんかマウントの一つになってますけど、今ね、若者がリアルに見てないですからね。あの、本当に、うちの息子なんかももう全然、もう、てか若者は本当見ないね。今ね、もう YouTube とかゲームとか TikTok ばっかり見てて、だから今回もね、そのなんか、この、あるんですよ、その流行語大賞であの、ひき、ひき肉です。 っっててていうのが入ちょんまげ小僧っていうね、中学生のなんか6人組かな、なんか YouTuber があるらしいんですよ。で、人気でね、すごくなんかちょっと素朴な感じで。ねえ、あのそれでなんか、ひき、ひき、なんかひき、へげ肉やすみたいな、なんかひげ肉やすみたいなのがいるらしいんですよね。へげ肉やすみたいな。で、それも私もよく知らなかったんですけど、まあこんな話題になるから、ちょっと、あの、合ってるかどうか、うちの息子にね、ちょっとこのへげ肉やすってのが合ってるかって聞いたらですね、うちの息子、ああの、言い方とか合ってる。言い方とか合ってるけど、そのなんかおじさんが、 あの、若者に流行ってるからって、そういうことに乗っかって笑いを取ろうするのが、あの、一番ダサいって言われましたね。ええー、あの、グーの音も出ない。もう、グーの音も出ないですよ、ね。ええー、もっと自分の笑いに自信を持った方がいいって言われましたからね。えー、本当にちょっと、面白いんだからってね。ええー <laughs>、面白いのかな面白いのか本当にもう、よくわかんなく、よくわかんなくなってきますから、本当にね。滑りワングランプリでね、滑れない、 い滑,らない滑らない人よりも滑った人の方がテレビに出れる時代になってますからねあのお笑いでもねあの芸人やって水曜日のダウンタウンでやってましたけどもそんなのもありましたからね本当に藤井聡太君のね話題がずっと多かったですけどねうんあの藤井聡太君は全然いいんですけど藤井聡太君と結婚させたくない女性有名人ランキングっていうのを女性誌やっててねあの相変わらずすごいゲスすぎてすごい、ね、と思いましたけどね 1>, 1位、フワちゃんに、あのちゃんになってましたけどね <laughs>。いやいや、しないだろう。いや、わかんないけどね。どなんか、なんか文句が言いたいだけなんですよ、これ。なんか、王林とかも入ってましたね。なんか、あと、雪ぽよとかね。なんか、そういう、全然藤井聡太に合わない、合わないっていうか、イメージですけどね。人なんかランキングにして、なんかその、結婚しておくない、欲しくない理由があって、いや、すごいよね。なんか、そういうようなことをね、言えないような時代になってるかと思ったら、 そういうところではね続いてたりネットとかではひどいランキングがあったりとかしてああだからビッグモーターですかねやっぱりね7月からはビッグモーターの話題でね LINE でねなんかこう社長から副社長かなんかノルマを達成売り上げができなかったら死刑死刑死刑って送られてきてねこう死刑っていうね死刑かこうね、死刑っていうこう困り君みたいなねガキデカの意外、えー、とこういうこと言うとねあのお客さん笑ってましたけどねあの 好き、アフリカ像が好きとかね。んがーとかね。え、コマくんね、山上達彦さん、好きでしたけどね。そんなのもありましたゃあれが良かったですね。 あの、皆さんネタにしてましたけどね、なんか車体をね、こう傷つけてね、ま、勝手になんですか、自動、自動車保険のね、保管金、保険金をね、不正請求っていうのが問題になってますけど、水増しではね、その車体を傷つけるために、靴下にゴルフボールを入れて叩きつけてね、なんか傷をつけてた。それに関してどうですかって言ったらね、なんか社長がなんか、いや、もう許せませんね。 これはもう、あの、ゴルフを愛する人への冒涜ですっていうね、なんかゴルフ側にね、ゴルフ側からの立場に立ってね、行っちゃうっていうね、こともあって、こういうの、あれは多分ね、すごいし、とんちんかんなね、こういうとんちんかんな、ね、会見とかあるとちょっとやっぱり、愛しちゃいますよね、本当に。まあまあ、我々なんかはね、もう私ですか、いつまでたってもね、あの、ささやきおかみとかね、千葉吉長の野々村隆太郎さんのことが忘れられない時代ですから、 もう野々村龍太郎さんにいつか戻ってきてほしいっていうね、もう中森明菜さんみたいな気持ちでね、中森明菜ファンみたいな、あ、明菜さんはね、久しぶりに YouTube 更新していただいたりして、ね、あの、ハイテ哲ジさんのね、北ウィング、私も林哲ジさんのコンサートは行きましたけど、あの、トリビュートというかね、集まって行きましたけど、あの、いろんな方がね、なんか、明菜さんが活動をね、また再開してくれそうで、嬉しいですよね、そんなのも。 あ,あ,あとね、エッフェル塔でね、なんかポーズみたいなのもありましたね、なんかこういうね、なんか、なんか逆だ、あ、これ逆だとコマネチになるんですね、これね。えー、これ、フランスはもうまかしくないわ、私も。一回行ったことありますから、あの、フランスはね、新婚旅行でね、11、2年ぐらい前にね、あの、ジャパンエキスポみたいなのをね、フランスでやっててね、で、ちょうどその時に、キュートンかな、キュートンがお笑いで来てて、あの、鬼奴さんとか、 ね、熊田ま史く君がやってて。 であの、隣でなんかプロレスもやってたんですよ。で、そのプロレスも見てて、確かなんかモーニング娘。のなんかビデオコンサートみたいなのもあったら、まあとにかく日本の文化をね、やっぱりまあパリというかフランスの方はね結、結構日本文化が好きな方が多いんで、そう、今でも多分続いてると思うんですけど、ジャパンエキスポ。それをまあ新婚旅行のついでにね、ルーブル美術館とかオルセーとか、ポンピドゥーとかの他に見に行って、あのー、熊田ね、君がこう、舞台終わって、降りていくときに、熊田君って言ったらもうむちゃくちゃ驚いてましたけど、なんかうわーっつってね。 あの、みんなで写真撮りましたよ。本当にね。懐かしいですね。本当に。まあ、行ったら撮っちゃうんじゃないですか。こういうね。エフェルトポーズもしちゃうんじゃないですかね。まあまあ、ちゃんと仕事してくれてたらいいんですけどね。え次期自民党公認候補予定の尾形大作さんが、 またなんかこうね、公認がなくな,な,くなったのかななんかそういうのもありましたね。これ、この辺難しいんですよね。岡田大作さんの話をネタにして、どうなのかなみたいな、なんかわかんないけど、島大介さんならするんだけど、みたいな。いや、非常に失礼なことを今言ってます。本当に申し訳ございません。本当に。ねえ、あの、なんか、あの、わ <laughs> かんないけど。 ねえ、ちょっと、そのネタをこうね、ね選ぶみたいな時あります。ちょっと、もしかしたら、ちょっと年代的に伝わらないかな、みたいなね。もう、あの、紅白打合戦にもね、出場されてますけど、小方大作さん,、うん、わかんない、わかんないけど、ねなんかそう、選挙にね、出てどうこうとか、ね去年の今頃だった中条清さんがね、あの、私のディナーショーがございますので、新曲が発売になっておりますとか言ってね、なんか国会で答弁して、それが話題になって。 あれぐらいがちょうどいいね。ああいう話題がちょうどいいね。本当にね。あの、中条九さんに助けられたなっていう去年は思う、あの、ありますけどね。わかんないけど、大自慢ブラザーズバンドのボーカルのね、立川さんとかがね、なんか、あの、立候補かしたらなんか負けないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこととかって公約にしてくれたらね、結局、どれなんだみたいなことでね、突っ込みますけどね。これ私が20数年前にやってたネタですけどね。なんかそういうわかりやすい、 のといいですね。まあ、勝手なこっちの都合を言ってますけどね。はい。マイケル富岡さん、62歳が30歳差、女優と交際中とか。いや、すごいですよね。マイケル富岡さん。ダンボ松本さんと昔、交際疑惑が出たのは、マイケル富岡さんかなもうね、マイケル富岡さんとね、なんか、母源氏さんとかが偉い、なんか近い時がありましたね。なんか存在がね。なんか芸能界での立ち位置がね。なんかそんなようなこともあって。あと、あ雨アメフト部ね。日大アメフト部が大変。 いやいや、これアメなんか東京農大もね、なんか薬物のスキャンダルが出てね、なんか日大アメフト部となんか東京農大ボクシング部がなんか変なとこで張り合ってる時ありましたけどね。えー、あ、羽生さんが8月に入籍してるのか。でもその後すぐね、あのー、まあ、離婚発表っていうことで、ちょっと配入譲れないの意見が聞いてみたいですね。うん。あ、今名前変わりましたね、今ね。今名前変わっちゃいましたけども、そういうね、大変だよな、ああいうね。 あと DJ ソ、あ、DJ ソダ。韓国の人気 DJ ね。ちょっとこう、なんか、うわーってこう近づいていったら胸を触られたとか言ってね。ああいうこう、ちょっとセクシーな格好してるけど、まあ当たり前ですけどね。触っちゃいけませんけど、なんかそういう、振る方にもちょっとなんか原因があるんじゃないかみたいな意見も出てきて、これ、まあずっとそういうのがありますよね。なんかね、難しい問題ですよね。でも今はもう絶対にね。 まあダメなことはもちろんはっきりしてるんですけど、まあもみくちゃにね、なんかもみくちゃになる話みたいなもも私もちょっとね、しましたね。まあこのタイプね、あれでもしたんじゃないですかね。あ、ジャンポケ斎藤さん不倫。ああ、なるほど。ジップで謝罪。なるほど。こういうのもね、ありましたね。あ、聖子ちゃんの8月はね、松田聖子さんのコンサートも私ちょっと行ってきました。生まれて初めて。行ってきましたよ。いや、感動しましたね。ほんとに。うー、んん,うん。あの、 全員で大合唱問題とかね。大合唱する人が好きな人もいるんですけどね。あの、同じみの曲をね。私はまあ昔からあんまり好きじゃないってことで、えー、赤いスイートピーをね、みんなで大合唱されてましたけど。あー、カゴちゃんがね、えー 韓国のカジノでね、反社の方と写真を撮ってっていうプールサイドで、で別にね、あの、なんかそれで実は一緒に行ってたんじゃないかとかね、なんかこう、料金も出してもらってたんじゃないかとか言ったら、かゴちゃんが YouTube で、いやいや、そんなこと全然、たまたまそこで、あの、あっただけで、たまたま私のそこで会ったママ友が紹介してくれたんですって言うんですけど、完全なね、今このご時世でね、反社だと分かりやすく分かる方を、あの、ね、紹介するママ友ってそっちの方が問題だと思いますけどね、結構はっきりとしたね、 あのプールサイドなんでね割とこう肌もろしてたりなんかするんでね割とそういうなんかタトゥー的なものがね見えてたりするんでよくなんかねよくそれを今ねなんか写真撮るってことがねこんだけ今ね大問題になるってのが分かってる感じなんですけどちょっとねびっくりしますよねタトゥーなんかね意外と入ってたりするんですかねなんかそういう実はみたいな意外な人がねあの入ってたりなんかしてねさかなクンが入れてたら驚きますね あのないと、思いますか <laughs> 魚のの鱗ととねああえなりかずきがここにちゃんとね、こうなんか漢字でね、二文字、幸楽とか入れてたらね、えー、これネタっぽいでしょ、これね。これやりましたね。幸、え、楽、ー、幸せね、楽ということでね、ハッピーなワードしか入ってないですけど、えー、そんなことがありましてね、いやいやいや、慶応、ね、甲子園慶応が優勝して、頭髪自由でね、 えー、9割が2ブロックということでね、えー、ちょっとカチンときましたけどもね、あのいや、そんなことはない。おめでとうございます。本当にそういうのもあってね、あ永山絢斗さん初公判があってね、いや、結構ね、なんか、初めて薬物をやったのがね、まあ、タイ麻で逮捕されたわけなんですけども、初めてやったのが中2とかね、いろいろなんかこう、眠れなかったかとかね、いろいろ言ってますけどね、まあ、この辺はちょっとね、あそれ、まあ、ごまきの弟、 元 E ジャンプの後藤祐樹氏が、えー、千葉県の八街市議員に当選というニュースありましたね。これね、これは私大好物ですよ、これ。本当に。あの、これはや、やりましたよ。ネタでもね。あの、で、八のま、八つの町って書いてね、あの街路樹の街で。これ八街市って読むんですね。 これなんかね、結婚されて、え、2019年から住んでるらしいんですよね、この子。もう、それこそね、なんかタトゥーとかをなんか消したりとかね、されてましたけど、後藤祐樹さん。元ね、ソニンと一緒にいージャンプやってましたけども、これ、八た市ってのがなんかね、なんとも言えないですよね。なんか、やっちまった、やっちまった人がなんか八た市っていうね、なんかその、あの、あれですよね、あの、クールポコのネタみたいなね、ちょっと思い浮かびますよね、なんか、世の中にはどんな男がいるんだ、とか言って。お金がないからって、 女の財布からお金をくずねる男がいたんですよ。なーにーいやっちまったな男は黙って、銅線泥棒。男は黙って、銅線泥棒。持って帰るのに重すぎるよ。っ、う、て、ん、の一応やりましたけどね、これ、えー、これあのライブでやるとね、どこで笑っていいのかが分かりにくいっていう、一回みんな見ちゃうっていうね。あのーねその それもね、うん、犯罪のスケールが大きすぎるよとかね、なんでもいいんですけど、だいぶこれでね、あのクールポクの動画見返しましたね。えー、これあんまりね、たぶん今後やるようなネタじゃないと思いますんで、一応やってみました、本当にね。はい、あ、ねえ、これ細かいニュースありますね。9月にしゃべくり7に出た布袋友康さんがね、人間ドックで、えー、身長が、えー、1センチ伸びて160、186から187センチになってたということでね。 すごいですね。これね。もうそれぐらいになったらね。もう変わんないんじゃないかと思いますけど。ねえ、ホテさんの公式身長ね、気になります。これだから、プロレスラーだったらもう189、あるいはもう190って書いてる可能性ありますね。だいたいプロレスラーの身長はプロフィール3センチ足してありますから。だから本当に乗せてる人がいると迷惑かけますからね。あれみたいなことになりますから。はい。ホテさんのね、ニュースもありまーす。ビバンなんていうのもね、映画、ドラマか。流行ってましたね。本当に。 うん。まあ、あとは本当にさっき言ったね、ジャニーズの会見が NHK なんかでもやってましてね。あとは、あのね、脳科学者、のぎ、も健一郎さんが、えー、ジャニーズに騙される人は芸術の教養が根本的に欠けている、欠けているクラシック、ロック、ポピュラーまで音楽の本物に触れているならば、スマップや嵐には騙されない。えー、ジャニーズを聞くんだったら、モーツァルツトやビートルズやボブマリオを聞いた方が、 いう発言をされててましていやいや、これ、よくこれ、なかなかこれ言えないですよね、これね。なんかね、その前にはね、なんか、ジャニーズのことを別に悪く言ってなかったんじゃないかっていう、なんか、そう、ね、なんかそういう記事も出てましたけど、いやいや、すごいなぁ、これ。 本当に。で、な、なんかどうでもいいですけどね、その、ビートルズとかモーツァルトもいいんですけど、ボブ・マリはって、いやいや、レゲエは好きなんかいっていう、あんたレゲエは好きなんかいっていう、なんか余計な情報がわかる。なんかこのね、ちょっとこう、髪の毛のああいう感じもね、あの、そういうなんかレゲエを意識してんのかなっていう、なんか余計なね、あのことまで、あの、知らされてしまうっていうのはありますよね。そんなことだは各ジャンルね、もっと色々書かなきゃいけない感じがしますし、別にね、音楽なんかね、別に教養をね、 あの、得ようと思ってね、あのー、別に、聞くようなもんじゃないし、そんな風にしてたら子供聞かないですよ、こんなの。自然と好きになっちゃって、なんかいいな、で、いい、いいわけです。いいというか、ねえ、歌が上手いとか、ね、なんか、ねだからこそ、ねこの、心を揺さぶるってわけじゃないですからね、本当にね。マッチドラゴン聞いてください、マッチドラゴン。本当にもう上手いとか下手とかそういうことじゃないんですよ。こと、心をね、揺さぶる歌っていうのは、本当にね。 考えてください、本当に。ねえ、ぼら、トラコ、ン探検隊って、こちらもね、もう、こちらも PV 最高なんでね、PV に出た子供たちもね、今もう40代、50代じゃないかと思ってね、すごい気になっておりますけどもね、えー、そんなのもね、ありますしね、あとは、まあ、久しぶりにね、鳥海さんの番組なんかにもね、出てね、鳥海さんに、 お会いできて嬉しかったですね。あ、めぐみさんとね、古谷健二さんがね、えー、離婚ってことで、古谷健二さんがいろいろ、まあ、なんか女性問題があったのか。なるほどね。そうそうそう。めぐみさんに関してはね、いろいろありますけど、私も。 あの、思うところが、昔からね、えー、因縁がありますけども、あの <laughs>、ま、大した因縁じゃないんですけど、はい。あ、速攻男、三度目の逮捕、これネタで言わなかったんだよなこれ、えー、ね、2013年と2015年でね、あの、神戸、神戸の方でですね、あの、速攻つって、こう、路上、 路上のこう溝があるじゃないですか。あそこにですね。まあ、あとなんかこう、鉄のね、なんか網網がなってたりします。あそこの中にですね、入ってね、スマホとかで女性のスカウトなんかをね、あの、覗くというか、なんか撮影してた男が逮捕されたっていうね。これがだからもう、3回目なんですよ。ね、2015年以来。で、えー、8年ぶり3度目の、 逮捕ということで、いや、これはすごいよなずっとこれ神戸の、神戸に住んでんだよなこれ本当に。ね。あのー、本当にお母さんのコメントがね、どうしても入ってしまうんですよね、っていうことで。あの、いや、すごいんですよ、この人がね。あのー、なんか特技がどこでも寝られること。なんか取り調べでね。どこでも寝られること。えー短所はすぐに速攻に入ってしまうことって。なかなかこんな面白いこと言いませんよ。 ねあの、生まれ変わったら道になりたいっていうね、名言ですよ。あの名言がね、ありますから、これはね、ちょっと3度目だったんですけどね、ちょっといや、もちろん良くないんですけども、うん、いや、だから、ね今あんまりでも、昔路上にタンとか唾とか履いてる人いないけど、今いないし、そんなとこに人がいるなんて、思わないだろうね。なんか1年に80回履いてたっていう記事ありますけど、これ、いや、どう、どういうペースなのこれ、じゃあ、バレないってことなのかな。 ま、確かに見てないから。いやこれはもう構成ね、年していただきたいですけども、本当に。そんなようなこともありますしね。あと、岸田さんね、岸田さん、増税メガネ。増税クソメガネなんていう。ま、クソなんていう、クソっていう言葉あんま僕好きじゃないし、なんかみんなね、やったら今使いますけどね。本当に、増税メガネ。メガネも悪口なんですかねうん、は、ゲメガネとかね。 メガネも悪口なんでしょうか。本当に。そういうこともありま、あー、藤本さんのね、なんか事件もありましたか。そんなのもありましたし、うん、なんか YouTuber が揉めてたりもね、して、本当に YouTuber が捕まり始めているってね、M1 の最初でね、 私が予言した通りになりましたっつって、ウエストランドが言ってましたね。確かに。あ、山崎正彦さんのコンサートね。今日は歌いたくない。えー、これが10月ぐらいかーね。ね k b 柏木由紀さん、えー、卒業発表32歳うわ、17年すごいな柏木さん。いやいや、すごいよ。本当に、すごいとしか言いようがない。本当にね。もうね、あ、 年末はね、12月、30日はね、スケイの味方ですやりますよ、イベントね。はい、薬島理想こさんのコンサートにも行きました。 本当に。あの、薬島のひさんのコンサートでね、あの、山崎正義さんじゃないんですけど、あの、ちょっと、なんかお話が聞きたいですみたいなこと言ってて、あの、なんか、今日の私のコンサート、どこで知っていただいたんですかとか、初めての方は、なんで知っていただいたんですかちょっと、初めての方だったらあげるわけですよ。で、ね、東京国際フォーラムですから、私、もう一回席でしたけど、結構ね、お客さんいるんですよ。もう、一回だけで3000人がい,いるんじゃないかな。で、手を挙げて、じゃあ、あの、そちらの、 男性のマスクした方って、あの、 ざっくりとしたことで指さしたらですね、あの、結構ね、5、6人がね、男性が立ち上がってしまうっていうね、結構大惨事がありましたけどね、あの、あの、いや、僕がですねってね、あの、お客さんはね、みんなこう、もっと自分の後ろにも立ってるとか思わなくて、そちらの方っていうから、あ、私が刺されたんだなと思っちゃうから、あの、僕はですねって結構立ち上がっちゃうというですね、あのね、昔、アンドリーの木さんがね、あの、大晦日でね、なんか、あの、リング上で100ヤツ瓶台の時にね、じゃあそことそこのやつ上がってこいって言ったら、もう、たくさんね、上がってきちゃっても、もう、 もう暴動みたいになっちゃって、お前たち、ルールを守れってね、まあ、ガチギレしてた時がありましたけどね、ちょっとあれを思い出しましたね、この、お前たち、ルールを守れってバカらろって言ってね、猪木さんがガチギレするというですね、あのね猪木さん、ルールを守れって言われるっていうのがいいですね、あ、斎藤由紀さんのね、なんか、昔ね、付き合ってた、あの、医師の方と付き合ってたっていうね、まだ続いてたってニュースがありまして、ダメージがないですよね、斎藤由紀さんは、すごいよね。 ね、な、なぜダメージが斎藤幸だけ大のかないのかって記事になってましたもんね。今や斎藤幸は日野翔平の域に達してるってありますよ。本当に。何ですかそれ。日野翔平の域に達してるってすごいな最終的には斉藤さんもね、あの多分自転車で全国回るんでしょうかね、いろいろね。なんかもしかしたら、なんかね、将来的になんか丸坊主になってあの、瀬戸内寂聴さんみたいな感じでねあの、人生相談に乗るっていうね、手もあるような気がしますけど、いや、まあしょうだしね。 なんかドラマではお母さん役とかやってましたよ。つい最近まで。私も好きだしね。お会いしたことはないんだな。コンサートは見に行ったことありますけどね。あの、卒業がね。タタタタンタタタタタンタンって卒業をね、聞きたかったんですけど、卒業はあの、ボサノババージョンになってたっていうね。おなじみのね。はい、斉藤幸さん。はい。あのあま、新幹線のワゴン販売が中止とかね。 もうそういうなんか一つ一つなくなっていくよね。もうだんだんね、最近私も現金でお金払ってね、もう現金、あれ現金でお金払ってんですかええー、珍しいですね、みたいな本人になるんじゃないかとね、もう最近思ってますよね。もうアナログ,アナログだよな。アナログ太郎くんはね、意外とそういうパソコンに強いんですけどね。はい。あー80年代リケストカードもやりたいですね。うーん、そうそう、そういう。 のもあ,りあ、ね、新山千春さん、マッチングアプリで42歳再婚。ああ、これね、一般男性と。うん、松井和代、アメリカで巨額、えー、税金トラブル。ね、えー、日本に戻ってきますよ。はい。松井さんが戻,戻ってきてんのかなどうなのかなちょっと松井さんの動向にもね、ちょっと気にしとかないとい,かないけないですよね。本当に。あとはまあね、ちょっと歌手の方がね、今年はね、 本当にたくさんお亡くなりになったっていうのがね、いやまあ、私と同じ年ぐらいもそうですし、ね、もうそういうベスト10世代で見てたような人たちも本当にたくさんね、あのー、お亡くなりになっていや、悲しいですよね、本当まあ、紅白とかでなんかある,あるかもしれないですね、そういうなんか特集的なのがね、やっぱ個人的には僕なんかねやっぱ YMO とかね、やっぱ今、細野さんだけになっちゃって。 ゆきろさんとね坂本龍一さんがお亡くなりになってるんでまあこれはやっぱ生でコンサート見たかったな見ときたかったなっていうのは本当にありますねやっぱりテクノカットにしてましたからねほんとにあ,、まあ、あの頃みんなしてましたようんああ宝塚のねまあそのじ、うん、事件問題もあってきたりして、うん、あビートルズね54年ぶり新曲ああそうか今のねやっぱり技術でね ジョン・レノの声がまた蘇ったっていう。で、今まだね、いるメンバーの。はい。あと、あ、タイマーグミってのはちょっとありましたね。なんかこの前もお菓子、全国なんかお菓子ランキングとかやってたら、やっぱ今の若者グミが好きなんだね。我々の頃もまああったけど、そんなにグミになんか思い出ないけど、うちの息子なんかもグミが好きでね。で、グミ、大グ組の社長がね、なんか株式会社なんか WWE とかいう名前じゃなかった ちょっとこれプロレスファンとして気になってしょうがないんだけど、WWE ってそのね、アメリカのね、プロレスメジャー団体と同じで、あれとはもちろん違うんだろうけど、そこから撮ってんのかなとか、なんか、ま、気にはなるじゃないですか、絶対にね。ちょっとそこが気になりましたよね。その、で、なんか見た目がね、なんか本当に、話し方といい、なんか、こんな人、どんな人がやるのかな、こんな人なんだなっていうなんかね、え、すごい納得感のあるね。 ういや、人がね、そんな、ばった、配るようなものをね、食べちゃダメですよ、これ。いや、でもわかんないよな、そういうなんか、地元のね、あれとかでなんか、配っちゃうかもしれません。あ、長谷さんがちょっとなんか、大変、揉めてましたね、なんかいろんなね、ちょっと余計な、ちょっと口滑らして、オリンピックのことでね、いろいろ、長谷さん <laughs> そうそうそう、ハセさん。 長谷さんといえば、山田邦子さんとね、M1 の日にね、あの、昼間にあの、プロレス、お笑いプロレス版ングランプリで一緒でしたけどね、邦子さん。山田く子さん。昔、長谷ヒさんにね、番組で、つまらつまないこと聞くなよってね、怒ら、怒られてたってことで。ね、あの頃なんか山田邦子さんはね、すごいなんか、にわかプロレスファンみたいなイメージでしたけど、あれからずーっとプロレスを応援しててね、今でも一番熱心にプロレスを、もう、応援されてる芸能人じゃないかな、あの方。すごいよ。本当に、M1 のね、最後のね、セリフも、さやかに言ったセリフも良かったね。 ああ、いや、さすが、さすがですね。本当に。うん。あ、ま、ソリ隆チね。マシュマ子今日、CM 共演とか。南野陽子の夫逮捕、そして離婚というね。もう南野さんは、なんかそういうね、なんか男性とね、男運が悪いんですか。男運が悪いってのもなんか、どっちに対してもなんか、今なんか問題があるような感じの言葉だな。なんか、本当に。全部そんなこと気にしなきゃいけないですけどね。そんな。 も,もあるなぁ。言っちゃいいんじゃないですかそんな本当にね。コンプラ問題ね。ハゲは最後のとりで。ああ、そうか。ね。M1 のね、獅子頭のね、ハゲネタってのもちょっと個人的には非常に気になりますけども。そういうところもあるし、楽天安楽。ね。ええー、なんか、大変な、ね。後輩をなんかちょっとパワハラみたいなね。楽天安楽ってね。本当にあの、ハッピーなワードしかないはずなんですけどね。なんか、四字熟語みたいな。楽天安楽みたいなね。なんか、今年もう一年。 楽天安楽で、お互い行きたいですな、みたいなね。ええー、ね。楽天安楽でどうぞ、ね、どの場所に行っても、なんか楽しくすが、過ごせる、みたいなね。なんかそういう、あの <laughs>、そんな、そんな意味な感じでね。ハッピーな組み合わせしかないはずなんですか。楽天じゃなくなっちゃうんですかね。他も復帰できないんで、しょうか、というようなことでね。はい、まあまあね。いろいろありましたしね。来年からもね、本当に、9点はね、やっていきますので、 えー、ぜひですね、あのー、本当に、ね、私もね、YouTube なんだかんだ言ってね、非常にあの、気を使って喋ってますから、ね、あれは喋れないなとか、いろいろね、あの、いろいろありますから。でもなんかね、私の昔の YouTube とかを見ていただくとね、なんか渡部くんのことに関してとかね、だいぶ、提言をしてるはずなんでしょうけど、全然それがね、あの、ピックアップされてないですね。まあ、だからいいんでしょうね。 はい。あ、ちなみにこのね、T シャツ全然関係ないですけど、ビリー・ライレイジムのね、はい、水道橋博士と一緒にね、あのー、なんか、プロレスフリーマーケットやった時にね、はい、いただいたやつなんですけど、ビリー・ライレイジムの、ビリー・ライレイさんの T シャツでございます。はい。ということでね、えー、今年1年間もありがとうございました。皆さん見ていただいてね、今年は本当にね、全然更新ができませんでしたけども、はい。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。改めてね、もうチャンネル減ってますから、チャンネル登録が。まあ、そりゃそうだよね。 いや、ほんとそうですよ。こんなね、更新もしないような方は、もう熱心な方ほどね、怒ってらっしゃると思いますけどもね、まあまあ、本当に、あのー、ね、ええ、もう一人でね、やっていくということで、私もね、なんとか、まあちょっと定期的にね、いろいろ、あと R1 グランプリもありますから、もちろん出ますので、はい、2024年もね、よろしくということでございます。次はあれかな、また、僕たち SKA の味方です、御苑会議の後に、日が燃えるくんのね、 なんかあの、推しランキング、いつも変動しすぎる推しランキングをね、s k ファンの皆様と楽しいね、宴があった後に、その辺をアフタートーク的な感じでやらせていただくと思います。はい、ということで、はい、え、2023年も、え、皆様ありがとうございました。来年2020年は30周年。9月5日は、うち幸い地ホールでお会いしましょう。発車の時刻が来たようです。